はい。お、今回は赤車ですか。赤車がちょっと第一変形したから。第一変形、第一なんですね。第一だ。こいつまだ第一だ。はい。まあ今ね、こいつが来て、はい。二ヶ月ぐらい。二ヶ月。二ヶ月経たんかなぐらい。はい。うん。まだ前の買いましたっていう動画でも言っとってんけど、はい。うん。ちょっと手入れたから。あ、そうなんですね。ちょっと手入れたから。ちょっと手、ちょろちょろと。まあその辺ちょっと言いながら。はい、で前の動画でまだリモコン届いてなかったから後ろとかも動かしたりしてなかったから、はい、あ、今日ちょっとその辺とかやりながら、はい、うん、あとはカスタム店、はい、うん、をちょっとこう順番に説明していこうかなと。わかりました、はい、お願いします、はい、まずじゃあ、はい、前回り、はい、前回りやねんけど前の時はセナ分かる変わったとこセナおったからな前。あ、そうですね。これあ、ナンバーフレーム。ナンバーフレーム。これですね。うん。ジールナンバーフレームつけた。はい。つ、うん、いてますね。まだある。え？終わってましたね、完全に。一人で。これですか？バンパー？うん、バンパー。これはついとった前から。ああ、ですよね、うん。え、変わった。あれ？どこが変わったやろ？ああ、そう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 。ここのコーナーパネル。ああ、うん、あ、これ。ここボディ同色やってんけど、前。はい。うん、え、そうやったっけ？変えた。めっきり変わってますね。うん、え、ここ、前、ここと一緒やってんけど。そうでしたっけ？はい。全然興味ない。久しく見てなかったんで。うん、まあ、でも確かに。あとは、スポイラーとか日焼けで結構この辺剥げてんねんけどな。あ、ほんまですね。これまた塗るけど。はい。とりあえず、はい、この中の、はい、鉄の部分、うん、はい、前結構錆び取ってんやんか。あ、うん、だから、あ、おお、めっちゃ緑、ちょっとどうせやから、はい、当たってなかったら黒で、うん、そうそうそう、ライト当たったらめっちゃ緑ですね、うん、完全に自己満の世界です。はい、なんか普通に黒に塗るだけやったらあれやから、はい、ちょっと緑のパール入れて。へ、えー、はい、あとはまあ電気周り、はい、うん、まあ一回ちょっとつけるわ、見といて、はい、おお、おお、まぶしい、まぶしい。前はここハロゲンやってん。あ、うん、そうでしたね。ハゲロンからハゲロン LED に変わってますね。で、あとここのポジションキューも変えて、はい、うん、もうフル LED みたいな感じですね。で、このフォグランプと、はいはい、あのポジションランプはあのいつものバレンティさんの、はい、ブランドオイランっていう、はい、テールランプとかもあったりすんねんけど、そのトラック部品の、あ、部門みたいな感じですか、のフォグランプと、はい、ポジション級、はい、あ、もうそこもかなりいい感じや。そこもこだわった感じなんで、ライトは純正で、はい、HID やから。あ、ほんまですね。いやいやいや、はいはい、で、あとはおお、チロリロリンしてる。これもオイランさんのシーケンシャル。さりげなくチロリロリンしてますね、シーケンシャル。うっきた、びっくりした、うっきた。で、あとは、はい、ここのランプも、はい、このオレンジ色やってんけど前までは。あ、そうなんですね。これもちょっとスモークに変えた。はい、変わってます。うん、へ、ここ見てもらった。うわ、あ、こっちか。お、これとお揃い。これ左右貼った。あ、そうなんですね。うん、この前の動画で、はい、あの買いに行っとったよ。あ、買いに行きましたね。ついてますね。はい、この。はい。1,2,3,4,5 型が5発。5個ずつつけたぞ。はい。ファルコンマーカー。はい、あ、こういう感じで。配線が大変やってん、このフルフラットなるからさ。あ、そうなんですね。うん、夜な夜なもう。うん。で、あとはこのタレゴム。はい。
お、お、これなかったですね。ここもともと黒で短かってん、これぐらいの長さでただのって書いとんねんけど、はい、ダサい。これごと変えて、このステンも、はい、もうで、あとはこれジェットさんの商品やねんけど、はい、これ4トン用。あ、4トン用を使ってるんですか。これバーナーで炙って曲げて、はい、お、手曲げしてるんですね。そう、手曲げ。で、あとはもう、はい、ここにもジールのアドレス貼って、はい、アドレス貼ってますね。ジールジャパンだったかも。で、後ろが、後ろ、うお、ナンバーフレームつけてステッカーも貼って、はい、うん、あとは下下下なんかすごいことになってますよ。出ました、テールランプ変えたぞ。はい、かっこいい。これまたいかついですね。これもうちょっと後ろから、あ、この辺から見た時の存在感が半端ない、はい、やばいですね。めちゃいかつだったよ。いかつなりましたね。やば。これテールランプオイランジャパンさんなんやねんけど、はい、点滅とシーケンシャルの2パターンがある。あ、そうなんですか、うん、これもちろん、もちろんシーケンシャル、チロリロリンやって、チロリロリン一回光らすから見といて。はい。お、うわ、おう、わ、うわ、まぶしい。うわー、シーケンシャル流れ方がすごい。うわ、バックランプ大きかった、すごい。いやー、かっこええな。ナンバー灯も LED。 おお、なんかプラスでナンバー灯も LED に。バレた。はい、ナンバー灯も LED に、はい、こ、もうめちゃくちゃ照らしてましたよ。ここがな、夜になったら、はい、結構ええ感じにな、照らされて。あ、そうなんですか。エロかっこいい。エロかっこいい。テールランプめっちゃ渋やで。めちゃくちゃ渋いですね。やばい。これもさ、見てほしいねんけど、はい、これテールランプもさ、はい、トラックとかってこのテールランプでしか売ってないから、はい、これだけやったらつけれへん。あ、そう、あ、そうなんですか、うん、だからこの側ステンレスで、はいはい、これ作ってんねん。え、これワンオフですか。これワンオフや。マジっすか。これだから作ったんやん、これ、はい、あ、そうなんですね、うん、ワンオフ、あ、お手製やぞ。お手製なの。すごー。うわー、かっこいいですね、このワンオフ。トコトン、はい、トコトンやっちゃってる。いっちゃってる。まだこれじゃ止まらんからな。あ、そうなんですね。次は何作るかな。で、一回マーカー、はい、光らす。そうですね。昼間やからあれかもしれない。はい、お、こっちにも5発ついてます。ほんまや。行くで。はい、はい、うわー、あれ十分綺麗。すーげー明るい。5発、うわー、インスタ映え。どうよ。やばいですね。え、もうめっちゃ明るやろ。めちゃくちゃ明るかった。夜やばいからな。あ、そうなんですか、うん、めっちゃ横見やすくなった。だから、あー、なるほど、うん、これ緑にしてよかったっ、ね、全然変わりますもんね、やっぱり。セナチョイスやからな、緑は。あ、そうですね、緑綺麗。ナイスセッチャン、ナイスセッチャン。やっと褒められた。じゃあ次中行こうか。はい。まあ次内装、はい、もうセナ触ってるから分かってると思うけど、はい。まあ見ての通り、いかついハンドルカバーがついてますね。うわー、しかも宮城さんの。うん、そうなんですね、うん、しかもちゃんと緑。オリオンっていう。オリオン、か、名前もかっこいいですね。かっこいいや、はい、まだ今ハンドルカバーだけやねんけど、はい、まだ今注文してるから、はい、うん、これちょっと増えるわ。あ、そうですか。これが増える。また撮ろうや、次動画、はい、わお。まだこれ第1弾ですもんね。第1弾。まだまだね、この前、これもセッチャンチョイスのシュートレバー。ほんまですね、うん、これやば。やばい、めちゃくちゃ大きいですね、うん、めっちゃシフト入れやすくなったりでも、うん、あ、そうなんですね。ガーッみたいな。で、あとはこれ見てよ。はい、これ遠方行くから Google マップ必要やからさ、はい、このスマホホルダー。おぉ、おぉ、これめっちゃええねん。めっちゃいい位置になりますね、この、うん、この感じだったら。あ、めっちゃいい、めっちゃ見やすい。そうそうそう、最高。はい、最高、最高。これもともとついてました。ついてない。おお、これもついたんですよ。サンシェード。あ、サンシェードも。サンシェード、こっちも。うまいですね、両方つけた。マーカーも、はい、調べたらみんな後ろのナンバー灯から撮ってんけど、はい、俺ちゃんと前まで持ってきたから、はい、ちゃんとリレー
かまして、見てこれ、純正のスイッチつけて、あ、これでオンオフできる、はい、ちゃんとやってるからな。もうそこまでこだわってるんで。このスイッチ作ったんですか？え、それ売ってんねん、純正のやつで。違う、うん、それ買って、ちゃんと。だからこれで、あのミラー映しとってもらったらわかんねんけど、そのオンしてみて。お、来ました。これオンにしたら、うん、これいいか、オフ、オフにして。あ、消えました。ここでつけれる、当たり前やんけ。あ、じゃあこの何もなってない真っ黒のやつはスイッチを増やせるよっていう。そう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 、そういうこと。なるほど、うん。まああとちょっと電飾、はい、あのまたあの今ちょっとやる予定あるから、うん、はい、またそれも次またもう一個スイッチ増えんねんけど。もう多分気づいたらここスイッチだらけになってます。これがこのスイッチであれでーすって、うん、俺しか分からん仕様になってる。はい、すげー。でも距離よ、距離。はい、前撮った時1万9000ぐらいやったっけ。もう結構走りましたね。もう2ヶ月で3500キロ走ってる俺、はい。すごいですね。22,575、うん。で、俺来週福島県あるから、はい、それもう行って帰ってきたらオイル交換やな。あー、すごいですね、距離が、うん、これ、これやばいですね。まあ中はこんなもんやね。はい、うん、もう、はい、まあ、今外と中見てんけど、はい、あと前にあの実際に動かしてなかったから、はい、一回ちょっと実際にリモコン届いてるから。あー、それがリモコンなんですね。いけるいけますって言われるんです。オッケーオッケー、グーグル。一回動かすわ。はい。セナ動かしてみる。まず、あの、後ろ危なくないか見なあかんから。基本、動かすときは後ろで折って、これ。長押し。あ、びっくりした、車が動いてるかと思った。ずっと押しといて。はい。うん、やばいやばいやばい。何これ。結構、赤車の後ろって、はい、何種類かあって、これぐらいの角度で止まったりするやつもあるし、はい、まあ、ただ、ジールはローダウン車が多いから、はい、まだ行くわ、もっともっと。あ、コロコロ転がって、はい、OK、 これでフルフラット。ここまで来るんすか、うん、すごいですね。これも、手でよっこいしょってやらんでもいいように、あのセナでもできるようにな、はい、これ、長押し。わお、わお、わお。油圧、はい、油圧ですか。すごい。これは、はい、ローダウンしとったり、はい、まあ、アクセルとか踏んどったりしたら、はい、普通の車とかって結構横当たったりしやすいから、はい、なんと、なんと、ん、次は何、ちょっと待っといてな。はい。わお、わお、わお。フラットになる。あ、もう横が消えるんですね、一旦。そう、はい、両側になるから、はい、うん、どんだけキャンバーしとっても、はい、うん、ホイールガリラーズ詰めるってすごいですね。あとはこの前フルサイズ のアメ車、はい、2メーター超えのやつも、はい、カツカツ横1センチずつぐらい詰めたから。あ、マジですか。スーパーカーから、うん、フルサイズのアメ車とかまで、はい、何でもいけるわ。無敵の赤車、すごいですね。ええやろこれ、めっちゃいいですね。で、あとは、はい、あのマーカーのこのクリアランスを見てほしい。あおお、ギリギリ。だから後ろの2つだけちょっと高さちゃうねん、前と、はい、あ、確かに。そうですね、そう、これはもうほんまにギリギリを、同じやつやっとったら、はい、ガリガリガリクソンになるから、うん、はい、もう多分なくなってますね、ガリガリガリクソンで、うん、はい、うわー、これすごいクリアランスしてますね。セナはほんなら次は逆にしまうときはちょ危ないで、バック上がってくるから。うん、おー、いけ、追いかけていきます。一緒に、はい、なんかノリノリですよ。変なやつおる。待ってー待ってー、
待ってー、なんか言ってますね。持ってかないでー。おオッケー。おー、であとは夜結構役立つねんけど、はい、作業トーン。うわっ、ほんまですね。今ハロゲンやねんけど、はい、LED 頼んでるから。あそこも変わるんですね、うん、夜結構これいいねん。あ、そうなんですね、うん、まあ、でもやっぱ全然違いますもんね、あるだけで。そう、ここのシールってなくなったんですか？そこのシール。あ、覚えてるんですね。ここにあの赤車のあのこれの、はい、種類、うん、あの S ライドハイブリッド、はい、うん、って買い取ったやつ、うん、覚えてる？はい、うん、あ、なんか三角形みたいな。そう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 、形の。ああ、はい、うん、ここにハイブリッド S ライドって買い取ってんけど、はい、うん、まあ、あのこれから化けるって言ってんけど、はい、ここあのちょっと変わるから、あ、仮装屋さんにちょっと渡して。そうなんですね。そう、はい、だから言わないですね、うん、もうこれ以上は言わんとくわ、はい、かなり化けるから今から。あ、そうですね、また化けるから。あ、だって第一弾ですもんね、うん、日本一の関車目指してるから。はい、うん、まあ、やっぱあの前言った、はい、あのデコトラ伝説っていうゲームも、はい、レースで買っていって資金貯めていって徐々に変えていくから、はい、うん、バイザー行こうかな、それともミラー変えようかなって、はい、うん、そういう順序があんねん、はい、うん、だから今順序踏んでいってるから。あ、なるほど、うん、着々と俺遠方納車行くときレース買っていってるから。あ、だから資金貯まっていってるんですか。そう、そういうこと。だちょっとペース早いなと思ってますけど、うん、今は全勝中ですか。じゃあ全勝中。まだまだ全国納車お願いしますよ。はい、負けを知らない。はい、あとはまあこれでちょっと終わろうと思ってたけど、はい、あのなんと、はい、ジールのお客様で、はい、鳥居商店さんっていうトラックの買い取りとか販売とかしてるお客様おるねんけど、はい、あの前に「関車買いました」っていう動画載したやん、はい、うん、納車祝い、はい、納車祝いであの部品もらってん。え、部品ですか。そう、その動画も次にしようかなと思ってんけど、はい、ちょうど今日の午前中に届いたから、はい、今からちょっと実際つけようかな思って。あ、そうなんですか。おー、ちょっと持ってくるから待っといて。はい、出ました。でかっ。おー、でかい。でかい。はい。これは納車祝いやで。納車祝いですか。びっくりした。すごいですね。しかもちゃんと日野の純正部品。え、あ、純正部品。うん、でなんですか。うおー。え？これはまさかあの。わお。うらー。うわー。え、かっこいい。メッキのミラーですか。ここだけと思いきや。はい。うわ、あそこまで。ここのアーム。いやー、これはやばいです。これやばいぞ。はい。こうやからな。はい、ほんまですね、うん。これは絶対やばいですね。やばない。はい、やばいです。く、うん、れ。はい。申し祝いで届いたから。はい。午前中にですか、うん。もうつけてしまうぞ。もうつけてしまうんですね。今からつけるわ。はい、わ、うん、かりました。次。見とけ、せな。はい。じゃあ早速やるわ。はい、うん、結構瞬殺やから、ね、あ、そうなんですね、うん、ん、俺は今この会社に入って、はい、最初は社長と2人で、はい、うん、トラックをよくやってたからさ。あ、そうなんですか、うん、トラックはじゃあもう得意の得意分野ってことですね。こんなんちょちょいのちょいや、はい、うん、おお、お、え、そんな簡単に取れちゃう。おう、わあ、これだけや。え、これだけなんですか。あ、ボルトが止まってる。なんかこんなんしとったらな。はい。懐かしいわ。あ、懐かしいですか。あ、結構そういうパーツとかも変えてたりしたんですね。もともとあの入って、はい、俺が入社して一発目にやった。はい、あのボルボのトレーラーヘッド。ボルボのトレーラーヘッド、あの大きいやつですか。そう、はい、この辺にちょっと出してもらうわ。はい、めちゃめちゃ大変やったからあれ。あ、そんなすごかったんですか。いや、びっくりした。え、どういうあれなんですか。いや、あのグラデーションの、はい、あの赤からオレンジにこう、あ、うん、なんか見せてもらったことありますね。あるやろ。はい、それが一発目の仕事ですか。そうやね。それは大変ですね。じゃあここ持っといて。はい。お、やばいやばい。はい。行くぞ。はい。行くぞ。はい。ダーン。
おお。意外と重たい。意外とじゃなくて普通に重たい。わ、右のミラーがなくなりました。わ、なんか寂しい。うわ。うわ。やっぱり純正品はいいぞ。純正品はいいぞ。純正品はええぞ。はい、せな、じゃあ次逆に持って。持っといてな。はい。話いい？はい。トラック女子頼む。はい。トラック。うん。まさかセナとこんなトラックの部品を交換する日が来るとは。そうですね。私も今貴重な体験です。え？貴重な体験させてもらってます。おい、ちゃんと持っとけよ。外れてるやんけ。引っ張れた。すいません。オッケー、話いいよ。うわ、えぐい。これはえぐい。まあな、ミラーカバーがあんねんけど。はい。うん、それにしようと思ってんけど。ミラーごといっちゃいました。しかもアームごとっていう。はい。鳥居商店さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お礼言う。ありがとうございます。最上級のありがとうございます出ました。よし。おお。こんにちは。おお。ほら。うわ。え、めっちゃ一瞬でできる。え、一瞬やろ。こんな簡単できるんや。盗みに来たらあかんでも。今ちょっとお覚えてる覚えようと頑張ってるんですけど。盗んだら動画にするから。ここの部分なくなってる。あとここのなメッキもあるから。あ、そうなんですね。そこまであるんですか。注文する。はい。わあ、すごい。うわ。わあ。デコトラやん。デコトラですね。かっこいい。これはやばいですね。この黒からの。メッキに、うわぁ、あ、もう次行きますね。あ、もう、はい、やってしまいます。はい。はい。うわぁ、めっちゃ香りましたね。ギラついとるな。はい、これはやばいですね。ギラついてる。メッキ。うわぁ。めちゃめちゃ印象変わったな。はい、黒よりやっぱこっちの方がいいですね。やばいな。やばいですね。統一感が出た。どんどんいかつくなってるわ。はい。え、これはまだ第1弾のうちですか？これは第1弾。第1弾。あ、じゃあまだここから変わるってことですね。今回、はい、あのミラーの社祝いでプレゼント、はい、協賛してもらったけど、はい、でその持ってきてもらった時に、はい、いやちょっとまだまだやりたいんですよっていう話しとって、はい、あの関車の三角の部分、はい、あの仮想出してるって言っとったよ、うん、はい、この前鳥居商店さん行って、はい、まあ、いろんなところをちょっとやろうかなと思ってんけど、寸法取りしてもらって、はい、うん、これから作ってもらう、うん、作ってもらうんですね。そう、今回、はい、ミラープレゼントしてくれた、はい、鳥居商店さんやねんけど、はい、まあ、トラックの買い取り販売、あとはまあ中古パーツの販売とか、うん、買い取りとか、はい、結構トラックで幅広くされてる会社さんやねんけど、はい、うん、概要欄の方にホームページリンク貼っておきます、はい、皆さんよかったらぜひチェックしてください。はい、めちゃくちゃいい社長さんです。はい、ゴマすっとかなあかんよ。ゴマすっとかな、今仮装お願いしてるからな、はいはい、それ言っちゃうんですね。でもそれ俺は言っていくから言っていく。社長お願いします、ね。はい、はい、ということで、はい、今回は第1弾、はい、うん、ちょっと予想外の出来事もあってんけど、はい、うん、変身したところを紹介っていうことで、はい、どうやったせな、これどうよ、これもう前よりはるかにかっこよくなってきてますね。かっこよくなっていってる、うん、そしてこれをもう5分足らずで変身させるという、うん、素晴らしい。あ、そうやな。普通の人やったら結構大層かなって思うもんな。そうですね、うん、意外と、あ、か、一瞬で簡単なんやみたいな感じでしたもんね、うん、そうや、はい、皆さん、あの盗まんといてください、はい、盗んだらほんまに動画にするから。動画にする。はい、気をつけよう。とりあえずもう俺の、はい、マーキングしとくから。はい、うん、匂い、匂い、鼻、うん、と一緒。あ、匂ったら分かるやつですね。これ俺ねや言うて、うん、もうそこ、はい、バレるようになってるから、はい、気をつけとかなあかんですね。お願いします。はい、はい、ということで今回は関車が変身したぞっていう動画でした。はい、第一弾、次出てくる時は大化けしてるんで、いやー、はい、楽しみですね。楽しみにしとってください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。行くぞ俺らの手ごとろ伝説。手ごとろ伝説。夢はどこだ、立ち止まる時もある。それは弱さじゃなく、その先の明日を見て力を貯めておけ。今釣りださあ燃え上がれ。両面テープだけで、はい、うん、ついてる。あ、盗難注意。盗難注意、わかりました。デジタルインナーミラー型。あ、そうなんですね。G ファクトリーさんの。あ、お、本当ですね、うん。デジタルインナーミラー型の、前後撮影してる、はい、うん、ドライブレコーダー。はい。うわあ、すごかったですね。ロジャムコンプリート。チャンネル登録と高評価。チャンネルと、え、もう閉めるんですか。いや、逆から行ってんねん。いや、ここ逆で行ったらもう、ここおかしい。閉まった後にまた戻ってくるみたいな。タイガが、はい、逆の振りしたから。はい、うん。あ、ここも逆で行く予定だったんですか。逆で行かなあかんかなと思って。はい。